こんなにも成功者がいます。たった1回で4センチ足を伸ばしながらなおかつ美脚にする方法、足痩せする方法をお伝えします。足を長くして身長を高くする方法っていうのを出したんですけど、この方法めちゃめちゃ効果ありましたってコメントいっぱいいただきました。今回の動画は足を長くする方法に足をきれいにする方法をプラスして一本の動画にしましたので、一緒にやっていきましょう。たった1回でも変わります。はい、ではやっていく前に今の足の長さと太さ確認してみてください。写真を撮って後で見返してもらってもいいと思います。1回でかなり変わるので確認しておいてください。はい、まずは骨盤のズレ、股関節のズレを直す体操から行っていきましょう。うつ伏せになった状態で膝を頭の方に近づけるように左右交互にグッと曲げて、グッと曲げる、これを繰り返していきます。骨盤と股関節ずれてしまうと足が正しく働かなくて太く短く見えてしまいます。なので骨盤と股関節しっかり整えていきましょう。できる限り膝を頭の方に近づけられるようにぐーっと思いっきり曲げていきましょう。はい、左右交互にリズムよく1、2、1、2やってください。はい、今度はももの前のストレッチをしていきます。ももの前の筋肉、大腿四頭筋っていうんですけど、ここの筋肉が硬いと反り腰になってしまって足が太くまたは短くなってしまう原因になります。しっかり伸ばしていきましょう。はい、今は僕みたいにかかとがお尻にしっかりくっつけられる人は膝をグーッと上げてお腹の前までしっかり伸びるように体操してみてください。はい、今度反対側です。はい、グーッとももの前が伸びてるのを感じてください。余裕がある方はグッと膝を上にベッドから離すように持ち上げてみてください。体硬い人はもうかかとをお尻に近づけるだけで大丈夫です。無理しない範囲でやってくださいね。はい、今度は仰向けになった状態で膝をワイパーのように動かしてみてください。これはどこを動かしているかというと股関節ですね。股関節をしっかり動かしています。ワイパーのようにしっかり内側外側繰り返していきます。できる限り足先をグッと内に入れて、開くときはできる限り大きく開いて股関節がしっかり動くように 1、2、1、2 と大きな動きでやってみてください。股関節のね、この内外線が硬くなると骨盤の位置が悪くなって足が太くなってまたはこう短くなってしまいます。はい、今度は骨盤に手を当てて片方のかかとをぐーっと下に近づけるように押してください。足を片方だけ長くする感じで、今度反対側も長くする感じ、これを骨盤からぐーっと下に下げるように左右に行っていきます。はい、ぐーっとかかとを下に蹴る感じ、そうですね、これを交互に行っていきます。1、2、ポイントはね、膝を伸ばした状態でぐーっとかかとを下に突き出す感じでやってみてください。で、骨盤から動かしていくような感じです。はい、いいですよ。今度は座りましょう。座った状態でももの内側をストレッチしていきます。足を開いて体を前に倒していきましょう。この内側のもも、ももの裏あたりがしっかり伸びてるのを感じてください。ここからはね、膝関節の歪みを取る体操、ストレッチになってきます。膝がずれてると O 脚だったり X 脚になって足が短くなってしまいます。なのでこの膝の歪み、ねじれを解消させていきましょう。内ももだったりこの股関節の付け根のあたりがしっかり伸びてるのを感じてください。息はふーっと吐いてね。はい、今度は膝を立てた状態でももの外側をつまんでいきます。はい、ももの外側、今膝下、こんな感じで、外側をつまんでいきましょう。左右両方行ってくださいね。はい、つまんだこと上に上がっていきます。これちなみに今つまんで痛いなって感じるところ、硬くなっています。筋膜が固まってると膝のねじれ、足の歪みにつながってしまうので、この筋膜の硬さを取るようなイメージでしっかりつまんでいきましょう。足首の方まで行って今度また上がっていきます。つまんで離してを繰り返していきます。はい、今度は内ももをつまんでください。これもね、
この内ももここしっかりつまむで、膝の内側もしっかりつまんでください。このあたり硬くなりやすいです。硬いとね膝ねじれてしまうので、しっかりつまんで筋膜をリリースしていきましょう。ふくらはぎのところもしっかりつまんで上に上がっていって、膝の内側ここね結構念入りにギュッギュッってね痛いと思うんですけどつまんでください。はい、また今度内ももは全体的にこうで全体でつまめるといいです。膝から下はこう人差し指と親指でつまむような感じにしてあげるとすごくつまみやすいです。はい、今度は膝をくっつけた状態で足首をワイパーのように動かしてください。これは膝下の内外旋という動きになっていて、ここが外側にねじれてると O 脚、内側にねじれてると X 脚になってしまいます。なのでここをしっかり改善していきましょう。はい、で膝をこう内外内ってやるときに、手で一緒にこの膝周りの皮膚も外に向けたり内に向けたりアシストしてあげると、このね膝のねじれ改善しやすいので、しっかりこうやってみてください。はい、内外内外、膝をピタッとくっつけた状態でやっていきましょう。内外内外内外。はい、今度は足首を持ってぐるぐると回していきます。足首の歪み多いのは扁平足になりやすいです。扁平足になってしまうと土踏まずがなくなって足が短くなってしまいます。なので土踏まずをしっかり作るためには、まず足首の歪みを取ることが大前提となります。なのでこの足首の硬さが取れるようにぐるぐると大きく回してください。で、今度反対回しです。できる限り大きく大きくこう円を描くように足首を回してみてください。大きく大きくです。ちっちゃく回すんじゃなくて、できる限り大きな円を描いてください。はい、今度は反対側の足やっていきましょう。まずはね回しやすい方からいって大丈夫です。で、これね足首回してると徐々にね硬さが取れてくるんですよ。そうすると最初より大きくこうね足首を回すことができますので、そうだったらあ、しっかり柔らかくなってるなっていう確認にもなりますからね、この柔らかくなっていく段階もしっかり感じながら足首の方を回していきましょう。はい、もうちょっとですよ、皆さん頑張ってください。大きく回してね。はい、最後はかかとと足の先を持って雑巾絞りしてください。親指が下に来る感じで雑巾絞りしていきましょう。親指が下にグッと向くような感じでかかとと足の先を持ってギュッギュッと絞っていきます。これ先ほど言ったように土踏まずが低いと扁平足になって足こう短くなっちゃうんですけど、この今雑巾絞りをすることでしっかり土踏まずができます。土踏まずができると足が長くなるので、しっかり土踏まずを作るように親指を下、かかとを内側にねじっていきましょう。親指下、かかとは内側、ギュッギュッと雑巾絞りの感覚でねじっていきます。はい、今度反対側です。足の先かかとを持って親指が下に来るようにギュッとねじります。かかとは内側に来るように互い違いにこう絞っていく感じですね。はい、本当に雑巾絞りです。やり方は、はい、親指を下に向けるようにギュッギュッとねじっていきましょう。かかともしっかり内側に入れてみてくださいね。これは結構ねできる限り力強めに絞っちゃってください。あの雑巾のこの最後の一滴が出るぐらい絞る感じ、あの感じの強さでいいのでしっかりねじっていきましょう。ギュッギュッ、もうちょっとですからね、最後まで頑張りましょう。はい、もう少し。はい、いいですよ、お疲れ様でした。これたった1回だけですけど、足並べてみてください。足まっすぐになって細くなっていると思います。1回でも効果出るんですけど、1日1回2週間続けると足が長くなって美脚になって細くなりますので、ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。